皆さんお疲れ様です小川大平の事件考察室本日はですねえ先週に引き続き山梨県道志村キャンプ場における行方不明事件についてお話をしたいと思いますよろしくお願いしますもう皆さんねご存知の通り山梨県道志村キャンプ場における行方不明事件これまでねえいくつかの遺留品遺留物等が発見されております 人骨頭部。これは40歳代のボランティアの方が発見し、後頭部の、ね、人骨。ただこれは残念ながらね、DNA 鑑定の結果、個人を特定する DNA の検出には至らなかった。ということで、えー、ミトコンドリア DNA 鑑定で母親、お母様の親族の可能性があるということで、まあ、親族にね、行方不明者はいないということから、えー、小倉美咲ちゃんのものに、えー、ほぼ間違いないだろうと。 いうことなんんででですが、まあ、特定されたたわけではありませんでしたその後にですねこれ5月4日です、このハイネックのシャツと一緒にですね肩甲骨、これ右肩の肩甲骨の人骨が発見されました、これに関しては、ですねこれも基本の通り、DNA 鑑定、これはね、DNA 鑑定で、小倉美咲ちゃんの個人が特定できる DNA が検出され、その鑑定の結果、小倉美咲ちゃんがあると。 ということが判明しましまたよって警察の発表では、小倉美咲ちゃんの生存は期待できないと、まあ、亡くなっているというふうに認めざるを得ないという発表がございました、そのあとにです、ね、警視庁の警察犬が5月10日から投入されまして、11日です、右腕と左足の人骨を発見、これも DNA 鑑定の結果、小倉美咲ちゃんの右腕と左足の人骨であることが判明したと。 いう報告が出ま,したまあほ他にねこれまで右左の靴運動靴ね俊足という運動靴発見されていますあと靴下あと黒のハイネックが発見されていますがいずれもですね個人を特定する DNA 鑑定の検出には至っていないということですただハイネックのシャツとか靴下等からね他の他の遺留品遺留物 例えば、毛髪があったとか、そういったね詳しいことについては、警察の発表はありません、例えばこの靴、ね先日も私、お話ししましたけど、靴の裏にね、この道志村以外の土がついているのかとかですね、そういったことについての、まあ、発表、まあ、警察がすべて発表するわけじゃないのでね、発表はありません、ちょっとね、皆さんが少し誤解されていることがあるので、ここでね、ちょっとそのお話をさせていただきたいと思います。 私、前回の動画でも、その前の動画でもね、今回の件は、事件というよりも事故の可能性の方が強いというふうに私は考えていますという話をしました。それは今も同じです。まあ、これ私、2019年の時からですね、同じようなことを話しているので、それをね、変えようとは思ってませんし、まあ、現場に、これまで9回ですかね、現場に行ってですね、見てきた感じで、そのように感じています。ただですね、 これ非常にねあの難しいところで、すべてを私が知っているわけではありません、もちろん皆さんも同じだと思います、警察もすべては分かってないかも分かりませんけれども、我々よりは数段ね、いろんな情報を持っています、例えば先日私がお話しした疑問点があるという話をしました、この疑問点は、私にとっては疑問点ですけれども、警察の人たちはすべてクリアしている。 話なんですね私が言ってる疑問点というのはすごい難しい疑問点ではなくて、まあ、警察の方なら分かっている疑問点それをただ我々は分かっていないのでそれが分かっていればもうちょっとこう結論が早くできるのかなと思ったりとかしてですねえそういったまあ疑問点というか私が知りたいことをね話をさせていただきました、まあ、中にはね小川は事故と言いながらも疑問点があるとおかしいじゃないかと。 じゃあ事件説を唱えているのと同じだろうって言われるんですけどそうではないですそういった疑問もあってそのね私が聞きたいことが分かれば例えば最初に発見したボランティアの方こののボランティアの方がここに実際に都合何回ぐらい捜索に入ったのか2019年の9月の時も捜索していたのかなんで今年の2022年4月23日の土曜日になぜあのキャンプ場から6 0 0ルも離れたあの場所 を捜索にしたのか順序よく捜索していってあの場所だったのか誰かにあの辺探した方がいいんじゃないよって言われて行ったのかとかですねそういったところはちょっと聞いてみたいなと思いましたもちろん警察の方は聞いて知っていますあと実際に小倉美咲ちゃんがどっちに曲がったどっちに行ったそのことをね友達が遊んでいる場所をねあらかじめ知っていたのかどうなのかとかですねそういったのも知りたかったもちろんお母さんもお母様はどうだったのかっていったようなことをね やっっぱりり聞いいいててみたい知りた知知当然警察の方は知ってることですあと先日もお話,お話ししましたけどもこの靴のねそれほど劣化していないこのそれほど劣化していたいないっていうのは人それぞれの見方があると思いますけども実際どれくらい劣化していたのかなともちろんその劣化した靴を、えー、その靴を見せていただいたからといって私がこれ劣化しているとか劣化していないって言えるもんではないと思いますけどもその感覚的にどれほどだったのかなくぼみに。 靴が落ちていた可能性もありますしねずっとね、こうカンカンデリのところにずっと靴があったともまあ、思えませんし、それは分かりませんが、まあ、台風だとかいろんなので流されてきたりしたことはね、否定できないのかなと思いますが、それでも2つがね、 かなり接近した場所にあったっていうのはどうなのかなと思ったりもしているところも実際にはあるんですだからといってね、えー、事件っていうわけではなく私はあくまでも、えー、事故の可能性の方が強いというふうに思っています警察はあくまでも事故と事件と両面からっていうふうな話をしていますこれはね山梨県警だけではないです 毒もそうです私が現職時代もそういった場合は常に事件と事故両面からっていう話をしています常にね最悪の場合を想定して、えー、事故ではなく事件の可能性も捨てないでそれを頭に入れて捜査を進めていく今は捜索をしているという状態です今後もねこの捜索非常に大きな意味をね、うん えー、なすすと思います先日も県警幹部の会見、これ、ぶら下がりかなんかだと思うんですけども、まあ、確かに2019年当時、捜索をこの範囲したんだけども、十分じゃないところもあったっていったような話もね、しています、それはこういうところまで7歳の女の子が女の子が行ったとは思えないって言ったような場所はね、省いていた可能性も当然あるとは思います。 ですけど、これはねこのボランティアの方を含む捜索している方が悪いわけではない、手を抜いたわけではないんですね、常に指揮官がいます、指揮官が今日はここからここ、ここをここってことで徐々にね塗りつぶしながら捜索していくんです、そこで漏れがあったんだろうということです。そのことについてはまあ これが事件か事故かにもよるんですけども、そこは反省しなきゃいけない点があるだろうなと、ただ、どこからかという起点はまだ分かっていません、実際に大きなものであるジーパン、見つかっていません、どっか斜面かどっかに引っかかっているのではないかなという話ですけどもま、まだそこまで手が回っていないのか、すでに探したけど見つかってないのかといったようなところも出てきます。県警幹部の方ではでは一つでも 多くのものを見つけて、えー、ご家族にお返ししたいといってのことをね先日のお話はしてお話でしていましたでそれはもちろん私も同じ気持ちですただねこの捜索というのも今後ねずーっと続くわけではないんです当たり前ですけど2019年の時もですね、えー、ちょっとね捜索にしてはね異例に長かったんです 皆さん、冷静に考えていただきたいんですけれども、いくらね、人命に関わることだとはいえ、2週間以上も捜索を続ける,続けるというのはね、あんまり例がありません。 北海道の県ででは、ね、1週間で捜索を打ち切るとということになってましたたまたま自衛隊の隊員の方が自衛隊の施設で見つけてくれたんですけどもそういったことも、ねえー、あって2週間以上も捜索した今回も再捜索に入って1ヶ月が過ぎましたね4月23日に発見されてですね25日に届けてますでその後に27日から、 再捜索に入ってますすからもう1ヶ月ですね、まあ、どこかで区切りをつけるのかなという気はしますが先日もちょっとだけ話しましたけど大きな問題があるんです今は、ね、遺留品を発見するということで規制線を張って、えー、メディアはもちろんですけどもこの捜索をして何とか一つ一つでもこうね遺留品を 発見し返し返てあげたいといとう気持ちの方たくさんいらっしゃいますけども今は入れませんただこれが捜索が打ち切られ規制線が取れればもちろんこの山の地主さんとかがいると思うのでその方の許可とかは必要になるかと思いますけども約2年8ヶ月の間ボランティアの方がねこれまでも来ていたんですそれを考えると特に規制線が取れた最初はねすごい人数の方が このの現場に入るのではなないいかなと思います中には登山をされている方、ね、猟友会の方獣道の端から端までを端までを知っているこの道志村のねま生、あ、き字引きじゃないですけども非常に詳しい方といらっしゃると思うんですそういった方々が捜索に参加すればですねこれまで警察が40名警視庁入れて50名の捜索だったんですが40名50名の方よりももっと 多くの方が入ると思うんですねそうすれば何か遺留品遺留物等が見つかる可能性が十分なんですそのことを当然警察の方々捜索隊の方々は今知っていますですから今は山梨県警警察の威信をかけてもう捜索していると思います本当にもう汗びっしょりになるぐらい暑い日もありますまたちょっと雨が降ったりとかまた夕方になると非常に寒かったりとかまたこれから梅雨に入りますあの辺 梅じゃなくてもちょっと雨が降れば、もう下がね、大変なことになる場所なんですね、そういった中、警察の方が捜索、いつまで続けるのか分かりませんけれども、捜索を打ち切られると、ボランティアの方が入る、ボランティアの方、私は行くのはいいと思いますけれども、くれぐれもね、けがと斜面等ね、斜面で発見されたとかっていうことがあって、どうしても無理して斜面と行かれる方もいると思うんですけども、急斜面等にはね、くれぐれも気をつけていただきたいと。また警察の方々もね今非常に暑い中 頑張っておられるのは承知しております体に注意してやっていただきたいなというふうには思っていますまあ本日は道志村キャンプ場における行方不明事件で今後の警察の捜査捜索とについてお話をさせていただきました本日は以上になりますありがとうございました小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしておりますまあコメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談 そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまでご連絡をください、またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもですね、ぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。